笑顔を見せるエバンス・ラシャド・エバンスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州ナイアガラフォールズ出身。フロリダ州ボカラトン在住。サンフォード MMA 所属。元 UFC 世界ライトヘビー級王者。TUF2 ヘビー級優勝。UFC 殿堂入り。ラシャード・エバンスとも表記される。身長 180cm と小柄ながら、ザ・アルティメット・ファイター2のヘビー級トーナメントを制し、その後無敗のまま、UFC 世界ライトヘビー級王座を獲得した。2019年7月には現役時代の功績が評価され、UFC 殿堂入りを果たした。幼い頃に空手を経験。ナイアガラ・ウィートフィールド高校時代はレスリングを経験し、ニューヨーク州王者に2度輝いたことによって、ニューヨーク州代表にも2度選出された。その後、1997年には145。ポンド級で週4位、翌年には171ポンド級で週4位となる。1999年には、NJCAAの165ポンド級で第4位、2000年には、同階級でNJCAA王者に輝いた。ミシガン州立大学時代は、NCAA ディビジョン1で、オールアメリカンに選出され、通算48勝34敗で、大学時代のレスリングキャリアを終えた。元 UFC スーパーファイト王者ダン・スバーンのコーチで総合格闘技を始め、2004年にプロ総合格闘技デビュー。その後、小規模大会で5戦全勝の記録を残し、この活躍により、ザ・アルティメット・ファイターへの出場が決定する。2005年、UFC のリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2に参加し、リッチ・フランクリンのチームに所属。身長 180cm と出場選手9人の中で最も身長が小柄で体重も2番目に軽かったため全試合でアンダードッグとなっていたがトム・マーフィー、マイク・ホワイトヘッド、キース・ジャーディンに判定勝ちを収めヘビー級トーナメントの決勝進出を果たした。11月5日に行われた決勝では身長 201cm のブラッド・アイムスに2から1の判定勝ちを収め、UFC との契約を獲得した。2006年4月6日、UFC 本戦初出場となった、アルティメットファイトナイト4で、サム・ホーガーと対戦。2R 終了直前に木村ロックを極められかける、ものの、試合全体を優勢に進め2から1の判定勝ち。UFC 本戦は、白星デビューとなった。なお、エバンスはこの試合から階級を、ライトヘビー級に落とした。2006年6月28日、アルティメットファイトナイト5で、ザ・アルティメットファイターシーズン1ファイナリストのステファン・ボナーと対戦。テイクダウンを立て続けに奪い、優位なポジションを維持して2から0の判定勝ち。同年9月23日の UFC63 では、当時8連勝中だったジェイソン・ランバートと対戦。早い段階から試合をコントロールし、2R にマウントパンチ連打で小勝ちを収めた。2007年1月25日、UFC ファイトナイト、エバンズ vs サーモンで、ショーン・サーモンと対戦。1R に2度のテイクダウンを奪われたものの、2R に右ハイキックで失神小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後、対戦相手のサーモンはしばらく意識を失い、最終的に担架で病院へ直行した。2007年7月7日、UFC73 で、元 UFC 世界ライトヘビー級王者のティト・オーティズと対戦。レスリングの攻防で接戦を繰り広げ、0から0の判定ドロー。なお、ジャッジ3者全員のスコアカードでは、28から29のスコアで、オーティズ勝利となっていたが、オーティズがエバンスのテイクダウンを防ぐ際に金網を掴んで、減点1を受けたため、28から28のスコアとなり、判定はドローとなった。2007年11月17日、UFC78 で同じくザ・アルティメットファイター優勝者のマイケル・ビスピンと対戦し、2から1の判定勝ち。ビスピンにキャリア初黒星をつけた。2008年6月7日、UFC85 で、元 UFC 世界ライトヘビー級王者のチャック・リデルと対戦予定であったが、リデルの右大腿屈筋損傷により試合は中止となった。同年9月6日、UFC88 で改めて、リデルと対戦。試合前は圧倒的不利とされていたが、2R にカウンターの右フックで失神虎勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、この子は、シャードーグ選定の2008年ノックアウト・オブ・ザ・イヤーを受賞した。UFC 世界王座獲得2008年12月27日、UFC92 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者フォレスト・グリフィンに挑戦。1R と 2R はスタンドの攻防で試合をコントロールされていたが、3R 中盤にグリフィンのローキックをキャッチし右ストレートでダウンを奪い、パウンドで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、エバンスは、シャードーグ選定の2008年ファイター・オブ・ザ・イヤーを受賞した。世界王座陥落2009年5月23日、UFC98 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで挑戦者の両戸町田と対戦し、2R に左フックで小負け。キャリア15戦目で初黒星を喫すると同時に、王座陥落となった。2009年9月から12月にかけて放送されたザ・アルティメット・ファイターシーズン10でヘッドコーチを務めた。同じくヘッドコーチを務めたクイントン・ランページ・ジャクソンとはシーズン中から舌戦を繰り広げるなど因縁を深めたが、シーズン終了後ランページは映画出演を優先しコーチ対決を拒否した。2010年1月2日、UFC108 でチアゴ・シウバと対戦。試合中に激しく挑発を繰り返され、3R に右フックでぐらつく場面もあったものの、テイクダウンを何度も奪い、試合前にホースグレーシーからブラジリアン柔術黒帯を授与されたグラウンドテクニックで終始圧倒し、3-0の判定勝ち。試合後、アクターが UFC のファイトに戻ってくると聞いている。ランページとやりたいとジャクソンに対戦要求した。2010年5月29日、UFC114 で因縁浅からぬクイントン、ランページ・ジャクソンと対戦。2R に右ショートアッパーでダウンを喫したものの、3度のテイクダウンを奪うなど試合全体をコントロールして、3-0の判定勝ちを収めた。なお、この試合の PPV 販売件数は約105万件に上った。2011年、ジャクソンズ MMA を離れ、インペリアルアスレチックスへ移籍。ラシャド本人のコメントによると、チームメイトのジョン・ジョーンズが UFC ライトヘビー王座戴冠後にラシャドとの対戦を受け入れる旨の発言をし、そのことがきっかけで圧力が生じることとなり、最終的に移籍するに至ったことが示唆されている。2011年8月6日、UFC133 でティト・オーティズと約4年ぶりに再戦。グラウンドでオーティズを圧倒し、2R 終盤にグラウンドのボディへの膝蹴りでひるんだオーティズにパウンド連打で2-0勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年1月28日、UFC オンフォックス2のライトヘビー級王座挑戦者決定戦でフィル・デイビスと対戦。フルラウンドにわたってデイビスを圧倒し、ジャッジ3人が50-45の採点をつける。内容で3-0の判定勝ちを収め、ジョン・ジョーンズが持つ UFC 世界ライトヘビー級王座への挑戦権を獲得した。2012年4月21日、UFC145 で元チームメイトであるジョン・ジョーンズの持つ UFC 世界ライトヘビー級王座に挑戦。時折カウンターのパンチ連打をヒットさせたものの、スタンドの攻防で終始劣勢となり、0-3の 5R 判定負けを喫し王座再獲得に失敗した。2013年2月2日、UFC156 でアントニオ・ホジェリオ・ノゲイラと対戦し、0-3の判定負け、自身初の連敗となった。2013年6月15日、UFC161 でライトヘビー級ランキング3位のダン・ヘンダーソンと対戦し、2-1の判定勝ち。同年11月16日、UFC167 で、ライトヘビー級ランキング6位のチェールソネンと対戦し、1R 終盤にバックマウントからのパウンド連打で TKO 勝ちを収めた。2014年2月22日、UFC170 でダニエル・コーミエと対戦予定であったが、大会10日前に足の怪我により欠場した。2015年1月24日、UFC オン FOX14 でアレクサンダー・グスタフソンとの対戦が予定されるが、エバンスは負傷している。膝のリハビリが長引き、試合当日までの準備が間に合わないとして、これを拒否した。その後、同年2月22日の UFC ファイトナイト、ビッグフット VS ミアで、グローバー・テイシェーラとの対戦が決定するも、テイシェーラが膝の負傷により欠場したため、エバンスの復帰戦はまたも遠のくこととなった。2015年10月3日、約2年ぶりの復帰戦となった。UFC192 でライトヘビー級ランキング4位のライアン・ベイダーと対戦し、0-3の判定負け。2016年4月16日、UFC オン FOX19 でライトヘビー級ランキング4位のグローバー・テイシェーラと改めて対戦し、スタンドパンチ連打で 1RKO 負け。2017年には階級をミドル級に下げるも、UFC209 でダニエル・ケリーに1-2の判定負け、UFC ファイトナイト、ペティス VS、モレーノでは、サム・アルビーに1-2の判定負けを喫し、ミドル級での試合は結局この2試合のみとなった。2018年6月9日、ライトヘビー級復帰戦となった UFC225 でアンソニー・スミスと対戦し、開始53秒に右膝蹴りで小負けを喫し、5連敗となった。2018年6月25日、現役引退を表明。全盛期は、スピーディーかつ重い打撃と高いレスリングスキル、また、テイクダウンからの強烈なパウンドを武器としていた。また、グレッグ・ジャクソンが考案した外道術という得意な格闘術を学び、スタンド、グラウンドともに穴のないスタイルを持つ。ありがとうございます。